藤間です。今日も仮想通貨ニュース読み上げていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析やニュース配信を毎日やってますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日もね、お昼に、仮想通貨ニュースやって、夜に、仮想通貨の、チャート分析やっていきたいなと思います。今日もね、3つ記事がありまして、面白い記事がね、結構ありましたね。で、一つがね、イスラエルがイーサリアムのブロックチェーンで、中央銀行発行のデジタル通貨の CBDC を実験してたということが分かりました。CBDC っていうのはね、Central Bank Digital Currency の略なんですけども、仮想通貨との大きな違いは、CBDC は法定通貨なんで、まあ、値段はその法定通貨に基づく。まあ、だから今回で言うとイスラエルの、法定通貨。と同じ価値を持つということですけども、それの、テストで、イーサリアムのブロックチェーンを使用してみたということでした。イスラエルは CBDC のネットワーク上で稼働するアプリのアイデアも募集していると。スマートコントラクト機能があって高度なアプリを構築できることから、イーサリアムブロックチェーンで実験を行ったという見方があるということでした。イスラエルの中銀の副総裁は今後5年間で CBDC が実際に発行されるかどうかはわからないと。5年以内にデジタルシェケルがローンチされる可能性は 50% とどまっていると。まあ、シェケルっていうのが、イスラエルの法定通貨なんですかね。まあ、出る可能性はあると。だからその、なんていうかな、JPYC みたいなね、とか USD テザーみたいな、そのイスラエルの、通貨、に、まあ、価格が裏付けされた、まあ、仮想通貨が出てくる。仮想通貨、正確には CBDC が出てくるということでした。ということで、まあ、引き続きいろんなね、政府の、中央銀行が、まあ、仮想通貨のブロックチェーンとかを使って、いろいろこう、金融の政策をね、模索しているということでしたんで、まあ、イスラエルね、結構なかなかなんて言うんだろう。その金融に力を入れている国ですので、結構の大きなニュースだと思いますね。イスラエルっていうのはね。はい、今日のニュースはプラスマイナス中で、プラス4ぐらいにしたいなと思います。じゃあ次のニュースいきます。日本のニュースですね。コインチェックが、7月1日に、コインチェック IEO を提供するということで、パレットトークンというね、トークンが、コインチェックから、まあ、誕生するというか、初めて上場するということですね。IEO っていうのはね、株で言うと IPO みたいな感じなんですけど、その取引所から初めて上場するってことなんです。まあだから、このパレットトークンっていうトークンが初めて上場するのが日本なんですよ。これは、日本で初めてのことなんですよ。日本の取引所から仮想通貨が初めて上場するってのはね、今までは海外で上場してた、ビットコイン、イーサリアム、IOST とかね、そういうのを、すでにまあ海外で上場してるやつを日本でコインチェックとかが上場させてたんですけど、このパレットトークンはなんとコインチェックが初めて上場するということで、今回は、結構ね、上昇も期待できると思います。で、募集価格が 4.05 円なんですね。ただ手数料が1枚 4.05 円。ただ手数料が 8% かかるということです。今後の予定としては、7月1日に購入の申し込みをまあ募集しますと。だから来週ですね、もう。7月15日に申し込みの締め切りをします。7月の20日にから随時抽選していくと。7月の、27日にコインチェックにおいて、コインチェックの取引所か。しかも取引所で、販売所じゃなくてね、取引所で、まあ、板取引ができる状態で上場するということになっておりまして、まあ、結構ね、注目度が高いと思うんですよね。で、こういうその、初めて、上場するってことになると、海外からも結構買いが入ってくる可能性があるので、コインチェックの口座を、海外居住の人が作ろうかなって言って作って、このパレットトークンを買ったりとかね、売ったりとかする可能性があると。そうなってくると、コインチェックに上場してる銘柄、他のもね、上がりやすくなったりするかもしれません。例えば IOST とかね。他の取引所にあんまり上場してないやつで、まあ上がりやすくなるやつがあるかもしれない。うん。で、このパレットトークンは、僕はね、どうしようかなと思ったんですけど、とりあえず買ってみようかなと。日本初のね、IEO ってことで、結構注目度が高いので、結構ね、初値はね、最初4円、4.05 円で募集してるのも、結構跳ねるような気がするんですよね。単価も安いしね、4円、1枚4円ってのも結構安いし、こう跳ねるような気がするんで、結構ね、常識みたいなので、買ってみようかなと思います。視聴者の皆さんもね、そういうちょっとお祭り騒ぎみたいなのにね、ちょっと乗ってみたいなっていう人は、コインチェックの講座持ってないんだったら作ってみるといいんじゃないかなと思います。動画の説明欄にもコインチェックのリンクありますのでね、ぜひ、この日本初の IEO に乗ってみたい方は、コインチェックやってみるといいんじゃないかなと思います。このニュースはプラス7中で、結構日本にとってはでかいので、プラス7ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあ3つ目のニュースです。ブルームバーグの記事、ビットコインにまた逆風と。大型仮想通貨投資の売却が解禁されるということでした。大型仮想通貨投資信託のグレースケールビットコイントラスト GBTC っていうのがあるんですけども、これが、今までは買う一方しかできなかったのが、6月か7月に売却が可能になるということでした。6ヶ月間のね、ロックアップ期間が終わるためということでした。なので、これがまた売られるようになってしまうとね、この投資信託自体が売られるようになってしまうと、ビットコインの価格も下がりやすくなるので、ビットコインに対しては、さらなる逆風になるんじゃないかという話がありました。でも、この間のその中国の規制で、ドカッとね、騙し上げみたいな形でビットコイン下がりましたけど、あそこまでの影響力はないと思いますね。この、投資信託が売れるようになるからといって、めちゃくちゃ暴落するとかっていうことではないと思うけど、どっちかというと逆風にはなるかなということは思いますね。ロックされてたのが外れるということはね。この記事はプラスマイナス中で、マイナス3ぐらいにしたいと思います。はい、というわけで今日もね仮想通貨のニュースを読み上げました。今日の動画が役に立ててください。ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンク。これは日本への出張にも、登録した方がいいし、今日ね、ニュースで読み上げたね、IEO のパレットトークン。これからのコインチェックだけですので、IEO 乗ってみたい人は、コインチェック登録するといいと思います。そして、メインの現物の口座はバイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたい方はバイビットと FTX がおすすめなのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますのでぜひ友達申請をしてみてください。そしてTwitter や Instagram についても、やっておりますのでこの説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤真奈でした。